はい、皆さんどうもこんにちは。ボディービル関東チャンピオンです。今日はですね、大会がさっき終わりまして、友達とね一緒に焼肉に行ったんですけど、大会が終わったから爆食っていうね動画だと思うじゃないですか。違いますよ、爆食じゃないです。大会終わった後爆食みんなしたがると思うんですけど、爆食はしちゃダメですよ。ダメっていうよりかはね、一食で済むんだったらいいんだけど、基本的には爆食はしない方がいいです。なんでかっていうと、大会終わった後っていうのは体はものすごく栄養に関して対して敏感なんですよ。体脂肪率が非常に低い状態であるので、食べた栄養っていうのが本当にそのまま筋肉に行くわけですよ。だから大会後、今が一番筋肉をでかくするためにチャンスのゴールデンタイムなんですよね。でよくさ、 YouTuber が爆食動画ってあげるじゃないですか。あれをね、鵜呑みにして食べちゃダメですよ。皆さん食べるべきなのはリーンな食べ物。僕今焼肉来たけど、焼肉焼いてるんですよ。これはもうね、全部友達の、どうせ歯が動画撮り終わった後食うんだろうって思う人いるじゃないですか。マジで食わないから。うまい。やっぱりね、リーンな飯が一番なんですよ。大会終わった後はジャンクとか食いたくなるの分かるよ。だけどそれはね、1ヶ月は我慢した方がいい。大会終わって1ヶ月はリーンな食事を頑張って取るようにしてみてください。そうするとね、みんなめちゃくちゃ強くなるよ。このゴールデンタイムにいかにリーンなものをたくさん食べれるかが、翌年の次の年へのね、ステップアップへの近道となるんで、めちゃくちゃ今重要な時期ですよ。そんな時期にジャンクなもので栄養を取ったり食事をするのは非常にもったいないです。よくね、ダーティーバルクはどうですかって言う人いるじゃないですか。ダーティーバルクもダメですよ。太ることが目的だったら、まあ、やってもいいよ。だけどみんなそうじゃないでしょ。あ、はい、こうやって頼むものは全部キュウリですよ。僕は今までね、大会終わった後爆食動画撮ってたよ。だけどあんなの全部演技だから YouTube 信じちゃダメだよ。本当はこういう飯を食べたいの。うまい、食べな。ありがとうございます、うん。ダーティーバルクはどうですかっていう人めちゃくちゃいるんだけど、それはあなたがダーティーバルクをしたいだけで、ジャンクフードを食べたいだけなんですよ。どうでもいい理由をこじつけて食べてもいいっていう都合のいいように合わせたいだけであって、基本的には、まあ、こう食べるにしてもね、こういう質の少ない肉が最強なわけですよ。あなたたちにね、そんなダーティーバルクしてる暇なんてないんですよ。パンはね、質少ないから。ダーティーバルクなんかしてる暇なんてないよ。僕はダーティーバルクをして強くなるかなと思った時期あったけど、全然強くならなかったから、うん、まあ、でね、その体がすごい敏感になってるその時期にめちゃくちゃ食べちゃうと無駄に脂肪が増えるわけですよ。で皆さんも大会終わった後になんか短期間で何十キロ増えちゃったみたいな、何キロ増えたっていう経験絶対あるじゃないですか。それ絶対ダメですよ。なんでダメかっていうと、無駄に体重が増えることによって次の大会の減量幅がめちゃくちゃ広くなっちゃうんですよ。減量幅が広くなっちゃうっていうことは、体への負担がもちろんかかるんで、筋肉が持っていかれる可能性が非常に高くなる。あと可動域が脂肪で埋まっちゃうと、重量は伸びていくんだけど筋肉への刺激が少なくなるんですよ。だから脂肪で可動域を埋めるのは非常にもったいない。で、筋トレの強度がめちゃくちゃ下がる。プラス心肺機能が負担かかるんで、息が上がって全然トレーニング中追い込めなくなるんですよ。結果トレーニング強度が下がって筋肉も増えないっていう負のループになるから、絶対にダーティーバルクだったり大会後の爆食ってのは避けた方がいい。もしやるんだったら一食だけに済ませておくか、もしくは僕みたいに週に1回だけ食事を崩すチートデイみたいなね、オフシーズンでも節制するんだけど、プラスその週末のチートデイでお酒を飲んだりリーンなものを食べない日を作るっていうのが大事。そうするとそういうね、リーンな食生活も続けやすくなるから、マジでこれはみんな参考にしてほしいと思う。これ絶対間違ってないから。まあ、僕はね、こういう白米だったり、まあ、リーンなお肉、海苔、きゅうりとか野菜類食べるんですけど、こういう肉っていうのはね、あとポテトとかたこ焼きは、今日ねわざわざ応援に来てくれた徳永くんがちょっとね、食べてくれます。まあ、今日はね、本当撮影してくれて手伝ってくれてありがとうね。おめでとうございます。うん、本当ありがとう。助かってる。うん、
かずいらないね、うん、肉もいいんだけどトロフィーだったり盾だったりメダルを見ながらこれをおかずにしながら食うご飯もねめちゃくちゃうまい。今しかできないよねこんなおかず。勝った後食う飯はもう何でもうまいね。最高だよ。でちょっと話戻すけど結局はねやっぱ固形物が最強なんだよね。よくね、まあ、僕もスポンサード2社からしていただいてるからあんまりねこういうこと言うのもあれなんだけど粉よりもやっぱり固形物なんだよね。で僕の体感なんだけど失礼します。はい、失礼します。はい、はい、すごいっすね。え、あ、ちょっとこれごめんなさい、ごめんなさい。すごいですね。すごいですね。すごい、すごいですけど、すごいです。関東最強のドバー。粉でね、プロテインパウダーで例えばタンパク質を 200g 取るのと、こういう固形物で肉でタンパク質を 100g、 粉で200、固形物で100、どっちが体に有益かって言われると固形物で100取っていた方がまだ体に有益だなっていう感じがして、体も張るし、何より粉で200取っていたとしても体は張らないけど肉だと少量でも食べていれば体張るしパワー出るんだよね。だから固形物マジ大事、まあ、プロテインも必要なタイミングだったり取ったら便利なタイミングがあるしすごく便利なものだけど、やっぱり固形物が最強なんだよ。これはねみんな本当覚えてほしい。だから爆食やめてリアルフードをたくさん、みんなのものをたくさん食べようって話なんですよ。違いますよ。こんなメダルしてるし。いや、なんか、アイスよくわかります。どうしよう、おはようお兄ちゃんでやったら今これ分かって、なんか YouTube とか撮られたりとかしてるんですか。今日はもう普通に大会だったんで、大会の動画撮りに。これこっちは誰。これは違う、これはもう普通に渡すように。ああ、ありがとうございます。できればまた来てください。はい、宇都宮来た時は行きますんで。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、またお願いします。宇都宮来た時は焼肉キングよろしくお願いします。はい、ということでお疲れ様でした。今ですね深夜12時を回りまして0時15分なんですけど、ただいま無事に横浜帰ってきました。なんかね家に帰ってきてなんか食べたいなと思って、マイバスケットでですね何食べようかなってずーっと考えてたんですよ。で結局買ったのがこれ、赤飯2個とスープパスタかな、このよくあるじゃないですか、これをまあ2個買いました。結局この4つですね。やっぱり大会後はねリーンに過ごすに越したことはありません。まあ僕はね本当にリーンな食材に助けられて、その恩恵を受けて、まあこうやって成績だったり体もでかくなって強くなっていったわけなんで、本当にまあリアルフードというかリーンな食事しか信じていません。ジャンクをね食べるのはもちろんいいんだけど、まあ頻度を落とそうよっていう話ですね。なんでまあ僕はねダーティーバルクだったり試合後の爆食は良くないと思うけど、まあやるんだったら一食で済ませて、それ以降はまあ週に1回ぐらい、まあ週末の逆チートデーっていうことでね、オフシーズンもわざと食事を崩して、まあ精神のね安定を保とうということで僕やったりしていますという感じで、今日ははいこれです。はい、優勝。本当に気分がいいですね。じゃあね、今日は、爆食動画は絶対するなということでお送りしました。じゃあね今日はこの辺で失礼します。じゃあバイバイ、ありがとう。